グ98はドイツ帝国によって正式採用されたボルトアクション方式の小銃である。1898年から1935年までドイツ軍の正式小銃であり、第一次世界大戦の間はドイツ軍不評の主力小銃であった。グ98は1890年代を通じていくつか発表されたモーゼル式小銃の最新型であった。 1895年9月9日、兄、ビルヘルム・モーゼル技師と共に、モーゼル兄弟として知られるパウル・モーゼル技師は、新型小銃の発表に先立って、新しいボルトアクション構造について、特許を取得している。1898年4月5日、旧式化しつつあった、正式小銃具88を更新するため、 ドイツ小銃試験委員会は、モーゼル技師から提出されていた、試作小銃グ9 6をグ9 8として、正式採用した。グ9 8の名称は、製造が始まった1898年に由来する。採用から3年後の1901年には、東アジア遠征軍、海軍、また、陸軍の内プロイセン陸軍の主要な3つの軍団で、 初めて九9 8の配備が行われており、義和団の乱末期の総統戦が、最初の実戦投入であると言われている。1904年には、モーゼル武器製造者で29万丁、その親会社である、ドイツ武器弾薬製造者で21万丁の九9 8製造を受け負っている。1905年、ドイツ軍の 8mm 小銃弾として1888年、 以来使用されていた M88 アイダンが、新型銃弾 M88 イズダンに更新された。これに伴い使用弾薬の変更を行った、グ98は、改造を示すために薬室と、消炎器部工法に小さな S の文字が刻印された。またイズダンは、アイダンに比べ低止性に優れるため、ラングスバジャーとして知られる消炎もそれに合わせ、 調整されたものに変更されている。G98 は、手動操作、弾層供給方式のボルトアクション小銃である。全長 1250mm、重心長 740mm、重量 4.09kg で、内部の弾層に 7.92mm57 弾を5発、装填する。調整は、いわゆるオープンサイトで、 ラングスバジャーとして知られるタンジェント式消耗を備えていた。右前方から見たモーゼル M98 のボルトグループ。ボルトハンドルの右下に安全ラグ、その前にエキストラクターが配置されている。エキストラクターは本来の位置ではないボルト下側にずれている。通常分解されたモーゼル M98 のボルト、ユニット化された激震と安全機構。 第一次世界大戦時のドイツのストリップ式クリップ M88 イズダン5発付き M98 ボルトアクション機構は単純かつ強固安全であり最も考え抜かれた設計とされており20世紀の間にはこの影響を受けたスータのライフルが軍用、狩猟用、スポーツ用など用途を問わずに使用された M98 機構の欠点は その複雑さにあり、安価な大量生産に不向きな点であった。またリーエンフィールド式など、他のボルトアクション機構は、M98 機構よりも、わずかに速射性に優れていたと言われる。特徴 M98 ボルトアクション機構の機関部は、機構の本体部分とボルトグループにより構成される。ボルト本体には3つのロッキングラグがあり、2つの大きな主要ラグは、 ボルト先頭に位置し、主要ラグの破損に備えた安全ラグは、ボルト後部の側面に位置する。この安全ラグは、M98 機構特有のもので、以前のモーゼル式機構には見られない。主要ラグが、両方とも破損した際に、ボルトが後方へ脱落しないように設けられているため、安全ラグは通常は、レシーバー側と接触せず、余分な摩擦や、不均等を予防している。 機関部は安全性と強度を求めて、以前のモーゼル式小銃よりも太く設計されている。ボルトハンドルは、ボルトと一体化しており、G98 の場合は、閉鎖状態において水平に突き出した。M98 ボルトアクション機構のもう一つの特徴は、銃弾の球弾制御メカニズムである。この仕組みではボルトを交代させると、弾層から上がってきた銃弾の薬莢の起炎が、 即座に非回転式の適当図によって保持され、断層から抜き出されて薬室に装填され、最終的に、排鞘やされるまで保持され続ける。縮子は、機関部後方に固定されている。また、ボルトの閉鎖機構には、排、鞘矢を確実に行うためのカム作用も内蔵され、いてが、ボルトの閉鎖を解こうと回転させると、ボルトが、わずかに交代して、薬卿を、薬室から引き出し、 その後は、いてがボルトを引き下げてさ鞘を行う。ボルト操作の間に小銃そのものが動かされたりしても、また銃弾を発射したかどうかにかかわらず、M98 ボルトアクション機構は、支障なく動作する。ただし、ボルトが十分手前までしっかりと引かれなかった場合のみ、薬莢が球弾メカニズムから排出されず、弾詰まりが起こる場合がある。 また、銃弾を薬室へ直接挿入してからボルトを閉鎖することは考慮されていないため、新しい銃弾を補充する際には、必ず一旦断層へ収める必要がある。ボルトに内蔵された撃発メカニズムの場面は、ボルトが交代する際に圧縮される。これを視覚的かつ触覚的に示すため、撃発メカニズムが交代した状態では、コッキングピースが、 ボルト後部に露出するこのボルト3ブロックと呼ばれる仕組みは以前のモーゼル式小銃には見られない。激震の移動距離は以前のモーゼル機構よりも短縮され、いてが引き金を操作してから激震が薬莢の雷管をつくまでの時間を減らす効果があった。使用者の頭部を雷管の吹き抜けや薬莢の破裂から保護するために、 ボルトの前方仮面には2つの大きなガス抜き穴が設けられ、またボルトスリーブ上部のガスシールドが動作部分の特徴と言える。動作時に何らかの支障が起きた時、これらの安全機構が発射ガスや破片などを使用者の顔面からそらすのである。M98 ボルトアクション機構のボルトグループはストローク端まで引き下げてから、 レシーバー左側面のボルトストップレバーを引き上げることで簡単に機関部から取り外せる。G98 の安全装置は旗安全器と呼ばれる特徴的なものがボルト後端、コッキングピースの真上に取り付けられている。安全装置の分類上は安全性が最も高い激震を固定する安全装置となっている。旗安全器は3ポジション式で左に倒すと 激震の固定と同時にボルトハンドルも固定され、薬室の開放も行えなくなる。上に起こすと、激震の固定が維持されたまま、ボルトハンドルの固定のみが解除される。これにより、コッキング状態から安全に、薬室開放と脱包みが行える。右に倒すことで安全装置が解除され、発射が行えるようになる。アリサ荷重と異なり、ボルトが完全閉鎖地になくとも、 トリガーを引くことが可能であることや、コッキング機構がコックオンオープニング方式のため、一旦、ボルトハンドルを起こした後、トリガーを引きながら、ゆっくり、ボルトハンドルを閉鎖位置へ戻すことで安全に激震を前進させて、デコッキングが完了する。G98 の安全装置はいくつかの利点と欠点が、併存する。利点としては、ボルトハンドルの固定のみ解除する。 中間位置を有することにより、2ポジション式に比べて安全性がより高いこと。ボルトの最上部に大きな破綻安全器が位置することで、他人からも安全か安全解除かの識別が容易であること。中間位置である上に起こした状態では、 薬室を閉鎖しても、旗安全機にリアサイトが隠れて、照準が行えないため、自分自身でも、安全か安全解除かの識別が容易であることであり、64、式小銃の開発者の一人である、伊藤新吉は次長において、軍用銃の安全装置に求められる、機能性をすべて満足した理想的なものであるという、趣旨の記述を行っている。ただし、利点とは、 表裏一体の欠点もあり、ボルトの最上部に大きな旗安全機が位置するゆえに、居住状態での操作性は、有坂銃と比べて劣っており、戦後の米国市場では操作しづらい旗安全機をより、操作性の高い安全装置に改造するための、社外部品が存在したほどである。また、大きなスコープをトップマウントで取り付けている場合、旗安全機によって、 スコープでの照準を阻害したり、スコープ本体と干渉して取り付け可能なスコープに制約を生じる場合もある。しかしながら、G98 の旗安全機が、後世のボルトアクションの安全装置に与えた影響は、極めて大きく、今日の近代的な設計のボルトアクションライフルの多くは、G98 の旗安全機の概念を踏襲しながらも、上記の欠点を解消した3。 ポジション式安全装置を採用している。ドイツのシーテンジャワヤ98、0 5第一次世界大戦中に使用された、銃剣本銃が支給される際には、革製の不革が付属した。第一次世界大戦が長引く間に、革不足のため、不革の素材はキャンバスに変更された。本銃は、ライフルグレネードを撃つことができた。 様々な取り付け方法のグレネードランチャーが第一次世界大戦の間に設計された。G98 は銃剣と共に使用されるように設計された。G98 用の銃剣は銃の上帯に設けられたレールへ装着され、このレールだけで銃剣を保持できる。その際には、作ツへの露出部分が銃剣の柄の中へ入り込み、干渉を避けている。同銃剣は、 重心先端部と結合しなくても使用できるため、つばに重心挿入用のリングを持たない形状の製品が一般的である。選抜された特に精度の高い個体が光学照準機を付け狙撃銃として使用された。カル 98A は、グ98の文字通りの機兵銃型として1900年代初頭に採用された。 重心長が 740mm である九9 8に対して、カル 98A は 600mm で、カル9 8キロと同じであり、側面の不側や曲げられたボルトハンドル等、似た特徴もある一方、重厚近くから機関部薬室付近まで覆う機比や、特徴的な左重用金具等、異なる点も多く有していた。第一次世界大戦の敗戦とともに、ドイツには、 ベルサイユ条約により、軍事的にも厳しい規制が課されることとなった。その下で、新生バイマル共和国陸軍は、当初第一次世界大戦より残された、G98 を使用したが、1920年代初頭に、いくつかの改良が加えられて、カル98ビット、カラビナ98ビットとして採用されることとなった。カル98ビットは、重心長が、 具98と同じ 740mm であったが、不側が側面に付けられたことからカラビナと呼ばれた。またほとんどのカル98ビットは既存の具98を改造したものであった。現在も民間に販売され、狩猟や競技に使用されている。また使用弾である 7.92mm、モーゼル弾も現在でも製造が続いている。 グ98を装備したルール赤軍の兵士第一次世界大戦の敗戦後バイマル共和制となったドイツにはベルサイユ条約により軍事も厳しい規制が課されることとなったその下で新生バイマル共和国陸軍は最初グ98をそのまま使用したが1920年代初頭にいくつかの改良が加えられてカル98ビットを採用されることとなった その後、グ98の改良型がいくつか誕生した。ナチスが政権を掌握していた後、ドイツ国防軍でも使用されたが、1935年6月に、カル98キロを正式採用し、一部を除きカル98キロに置き換えられたが、第二次世界大戦末期の深刻な武器不足を補うため再びグ98と、その改良型が、 主に武装死に得隊の外国人部隊や国民突撃隊に手渡され前線へ投入された。しかしながら最近の文献では第二次世界大戦期の急速な軍拡による軍団及び師団の相次ぐ増設により支給する武器の供給が追いつかなかったことから初期から大量に使用されていたことが分かってきている。フランス侵攻時の全師団のうちの12個師団 北アフリカ戦線の核子団など、中毒合作により、国民党軍やその他の複数の軍閥に、G98 もしくはその改良版である、モーゼル M24 が輸出され、または中性式不やりとして、ライセンス生産された。第二次世界大戦後、イスラエル建国に際して、ハガナーは、ヨーロッパ各国の武器取り扱い筋から、 かなりの数のカル98キロを入手した。これらの幾分かは改造された G98 だった。1958年に 7.62mm、ナトーダイがイスラエルの規格として採用された後に他のイスラエルのモーゼルのように、これらのライフルのほとんどは 7.62mm、ナトーダイのために重心交換された。ありがとうございます。